しむ気を感じたり、その風が吹く。クロードはアザモウラを救った。お主がゴロウか。だったらどうだったんだい、そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ、志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう、これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる、お主が下踏みを届ければな。生きてるだけで幸運。俺んちはここだ、入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ、赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜゴロの家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を出ないかい。クーメン、どこだい。お侍様、お助けくだ。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子なものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。道場に犬が忍び込んだぞ。クメという娘を知っておるか。アキュードの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。誰かと切り合いたい。ああ、俺もそう思う。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。もしお侍こちらへ。
その娘を知っております。まことか。はい。ですがここではついてきて。やはり何か裏がありました。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。奪い返すなんてここらの存在じゃできない。襲われたのだ。
保証保証隣に来たどうしようどうしよう中華郎あっちベリー仲良くやっていた。お侍様、お力をお貸しください。病か。恐ろしいことをくちばしっています。化け物のような鷹が人を連れ去り地の底へ運ぶとか。狂人のざれ事のようだが。しかし正気に戻る時もあるのです。奇妙な衣をまとった猛虎兵が夜嵐に現れ経を唱えていたそうな。その猛虎兵が対馬の民に何かしたのでしょう。死人の浜の近くです。赤島か。調べてみよう。お気をつけください。あの者の話、はあ、恐ろしくてたまらないのです。かけろ、飲む。
誰が相手だ。中の宿、クメがおるはず。俺も聞こえた。いらっしゃせんぞ。何をやらされた。人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。参る。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。
礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。Thank you.